正午過ぎの米子市内です。空は雲に覆われていますが、じとっとした不快な暑さとなっています。強い日差しにムーンとするジメジメの湿度。今日も山陰各地は蒸し暑い一日となりました。各地の最高気温はつわので猛暑日となったほか、智頭や浜田市八坂など内陸部で特に気温が上がり、あちこちで今年の最高気温を記録しました。この暑さ、なんとか快適に過ごすために手放せないのがエアコンです。7月に入り本格稼働となるのがこちらのエアコンです。部屋の中を快適に保つためには冷房と除湿を使い分けることがポイントです。松江市の家電量販店、店内には各メーカーの最新エアコンが並びます。梅雨の蒸し暑い中のエアコンの上手な使い方を総合家電アドバイザーに聞きました。梅雨時期は気温がそこまで上がっていないんですが、湿度が非常に高いので除湿をお勧めします。室温が高いときは冷房をお使いいただく、湿度が高いときは除湿をお使いいただく、快適になるためにはそのいずれかを上手にコントロールしていただくとよろしいです。この時期は部屋の湿度を下げるドライが効果的ですが、実はエアコンのタイプによって効果や電気代に差が出るといいます。除湿には大まかに2つの方式があります。再熱方式と弱冷房方式というのがございます。弱冷房方式は電気代が安く除湿ができるのですが、お部屋の温度が下がるために体が冷えることがあります。一方再熱方式という場合は室温を下げずに除湿ができるので体が冷えないというメリットがあります。ただし電気代は少しかかるというふうになっております。エアコンにもよりますが、ドライには湿度を目標値まで下げるために微弱な冷房運転を続ける弱冷房除湿と、室温を一定に保ったままより除湿に特化した再熱除湿の2種類があります。再熱除湿は冷えた空気を温めてから室内に戻すため、温める工程の分だけ冷房や弱冷房除湿より消費電力が高くなるのだといいます。では電気代が一番安いのは、一番安いのは弱冷房方式の除湿、次が冷房、一番かかるのは再熱方式の除湿という順番になります。冷房の場合は温度を冷やすというのを目的していますので、湿度が下がっていなくても、動きが止まると、結果電気代がその方が安いということなので、最終的にジメジメを取りたいという場合はやはり除湿が必要になります。佐田さんによると、メーカーによっては冷房と除湿を AI が判断し自動的に切り替えてくれるエアコンを導入したり、冷房と合わせてサーキュレーターなどを使うことで電気代節約につながるとしています。湿度が 10% 下がりますと体感温度が1度下がるというふうになりますので、ぜひ除湿を上手に使っていただくといいかなと思います。梅雨とこれからの夏本番、エアコンの機能を知ることで効果的な冷却と電気代の節約にもつなげていきましょう。